分断されてしまったか。この規模の奇襲を受けるとは予想外だった。局面ではないな。一度引き体勢を整えるぞ。敵衆撃ち取ったり。ここで引かねばボングの仲間入りとなるな。降参と。じゃあまたな。お前たちに助けられる日が来ようとは。改めて礼を言おう。見事な手腕だった。仲間の窮地に駆けつけるのは当然です。さあ一致団結して洛陽を目指しましょう。行きましょう。炎のごとく攻めるのです。主義号来たぞ。おいしい展開だ。悪いよければ全てよし。さすがはロシク殿、その活躍に学ばせてもらいますぞ。
さて、私の腕の見せ所だな。無領土、この大事な局面で敗れるとは、修行が足りぬ。敵衆、討ち取ったり。その勇士に惚れ込みそうです。ああ本当にすごすぎる。ここを失うのは少々まずい。しばらくは防衛に専念しよう。参った。君の力を読み違えていたか。割りよければ全てよし。お見事です。私だ。ここはお通しできませんが、それでもというなら張り倒します。そなたの働き、宇宙随一よ。仕切られてしまったか。
敵の要所をぶっ潰す。行くぞ。ここを通りたいの。ずいぶん勇気があるのね。私の邪魔をした人の顔覚えて。守りは我らが受け持とう。決して今回は勝ちを譲ってやら。俺が制圧したぜ。取られたか。これは急いで立て直さないとまずいね。割り良ければ全てよし。我が部未だ頂点に及ばず、ここは引くしかあるまい。負けただと？冗談じゃねえぜ。この地、関雲長が制圧した。中達が用意した策を仕掛け、即本陣に向け進軍を開始せよ。あの宗姫の動きは、いかん。急ぎ奴を止めれば劉備が危険だ。私を追いかけさせたいところですが、仕方ありませんね。あの方を追いましょう。手加減は無用。突撃しろ。なんと、あの近くに敵が。みんな、魏の軍勢を押し返すのだ。私の道はここで潰れるか。ここまで進行を許すとは、手痛い誤算だった。割り良ければ全てよし。いいぞ、この調子だね。
られぬか。敵を止められず敗れてしまうとは、我ながら無様ですね。こんなところでしくじるとは、ここもなまったもの。調子だぜ。自分は不動の盾、ここは通さぬ。さあ我らの身で敵を圧倒するのです。敵を止められず敗れてしまうとは、我ながら無様です。なんという気迫、自分では貴公らを止められぬか。ダメだ、これ以上は持たん。徹底するぞ。その勇士に惚れ込みそうです。ああ本当にすごすぎる。でしくじるとは、これもなまったものだ。終わりよければすべ。良ければ全てよし。ただ一つ、優れた者による完全な統治のみ。その一人が道を誤らぬ保証はない。皆が
が支え合うことで共に安寧が訪れるのだ。五色の力、見誤っていたか。この私が屈することになろうとは。ついに義を打ち破ることができた。皆の協力のおかげだ。よくやってくれたな。敵将討ち取ったり。おお、よくやってくれた。ロシク、お前が繁盛で我らを止めてくれなければ今日ここへはたどり着けなかった。改めて礼を言わせてくれ。お前がつないだこの五色の絆を私たちはこれからも守っていくと誓おう。孫賢殿、これからもよろしく頼む。皆で天下の安寧を守っていこう。そのお言葉を聞けたことが俺にとってはこれ以上ない喜びです。ロシク殿、まったく勝手なことをしてくれる。お前たちもろとも包囲されたらどうするつもりだったんだ。申し訳ありません。ですがロシク殿こそ孫吾の未来に欠かせない方、ここで失いたくなかったのです。それにリクソンがしくじった時は俺が策を用意していましたから問題ありませんよ。この手の無茶の仕方もロシク殿から学んだのです。みなあなたなくしてここにはおらぬものばかりですよ。天下二分、みなでこの日を迎えられるなんて。さあ皆で愛しき故郷へ凱旋しましょう。いや悪いが俺は剣業には戻らん。ロシク殿、それはどういうことですか？お前たちに気づかされたのさ。俺にはまだやらねばならんことがあるとな。この先も続く孫吾の未来のために。ロシクの働きで強固な絆を結んだ五色はついに義を打ち倒した。天下は五と職により二分され、平和への道を歩み始める。かつて周瑜が描いた天下二分は異なる形で実現したのだ。世の行く末が定まるのを見届けたロシクは都督の座を引退、剣業から遠く離れた地に館を建て移り住んだ。己に残された役目を果たすために。ご無沙汰しております、ロシク殿。おお、よく来てくれたな。さあ入ってくれ。お邪魔します。ん？お邪魔します。お邪魔いたします。まあ皆入るといい。この繊細ながらもふくよかな味わい、水面をきらめかせながら豊かに流れる美しき長江のごとくだ。帝鳳、そればっか飲んでないでこっちも飲んでみろ。剣業では飲めない味だぞ。こらお前たち、次から次へ開けるんじゃない。少しは遠慮というものを。龍毛殿、俺の土産物もどうぞ。何を隠そう、俺が木に登って取ってきたんですよ。まったく、五の重鎮が揃いも揃って
こんな固い中で宴会とは。みんなロシク殿を慕っているんですよ。リクソン、てっきり仕事を怠けるために俺を口実にしたのかと思ったぞ。まあまあまあ、リョモ殿。ロシク殿、本当に剣業へは戻られないのですか。お前たちがいればその必要はないと思う。これからはここでくすぶっている者たちを育てていくつもりだ。そうですか。分かっていても寂しいものですね。ですがロシク殿が育てられた人材ならきっと間違いはないでしょう。私たちがそれを証明していますから、今後も後進たちと共に孫悟を長く平和の続く国にしていくとお約束します。まったく頼もしいことだ。どうぞ。